1992年のマンシマ TT レースでホンダ RC30 を狩るジョイダンロップ。レースはこのように行動で行われている。沿道にいる人々は観客。マンシマ TT レースは1907年からイギリス王室属国のマンシマで開催されているオートバイ競技である。TT はツーリストトロフィーの略称。競技は世界最古の議会で 青空議会としても知られる満島議会ティンワルドが制定した行動閉鎖令に基づき行動を閉鎖して行われる。2020年現在で240人以上の参加者が死亡しており、世界で最も危険な競技とも言われている。ツーリストトロフィーという勝敗が最初にかけられるのは、1905年9月14日に満島で開催された自動車レースからであった。 この王立自動車クラブ公演によるラックツーリストトロフィーはモータースポーツ界で現存する最古のタイトルとして現在も続いている。一方、1905年5月31日に同じシ島で開催されたモーターサイクルの英国代表選抜レースが1907年よりシ島 TT レースとして例年開催されるようになり TT レースといえば こちらを指すような名物イベントに成長していった。ツーリストとは旅行者ではなく、遠征するスポーツ選手という意味で、マンシマ TT レースの場合は、ライダーのことを指す。レースの形態が、現在のようなサーキットを使用して行われるようになるまで、ヨーロッパの都市と都市を結ぶ行動を使用して行う、都市間町距離移動レースという形態であったことに、由来しており、 自転車競技のステージレースでツアーという語が用いられるのと同様である。マンシマ TT レースは当初はツーリングマシンと呼ばれる市販車と同じオートバイのために開催されていて市販車の改良を目的としていた。そのためレースに出場するオートバイは年々スポーツタイプと化していった。伝統的に5月最終週から6月第1週にかけて開催されコースは 島の南東部にある首都ダグラスを支点として、西駅タイトを大きく曲がりながら、北東海岸部の町、ラムゼーまで往復する。一周の長さは37、3、4マイルで200以上のカーブが存在し、海抜0フィートから1300フィートを超える高低差がある。コースは普段一般道として、日常生活や、 観光のために使われており、レーサーたちが通行する際は一般車両を規制する。参加車両の最高速度は時速3 0 0トル以上であり、平均速度は時速2 0 0トルを超え、一周を20分弱で走破してしまう。サーキットのように完全に整備された、舗装路ではないごく普通の一般道のため、わずかな段差で十数メートルをジャンプすることもあれば、 トップスピードで前後サスペンションが激しく動いて振動を吸収している姿も見られる。超高速コーナーでのパワースライドやウィリー走行、市街地部分やヘアピンコーナーでのオーバーテイクもごく当たり前に行われており、それを目当てにして観覧禁止区域に侵入してしまうギャラリーも多い。行動のためエスケープゾーンがほとんど存在せず、事故の際のライダーは運が良ければ、 生涯という例が大半であり、基本的には死亡事故である。参加者は過度なアドレナリン分泌により、レース中は一切の恐怖を感じないという。乾燥後は緊張の糸がほぐれた影響により、へたり込んだり泣き出してしまうライダーも多い。授与されるトロフィーはマルキド・モウジリ・サン・マルスが寄贈したもので、その銀のフィギュアは、オリンピックの神ヘルメイスが羽の生えている車輪に、 またがっているものである。このトロフィーは、マンシュマ、ツーリストトロフィー、自動車レースの勝者に授与される、モンタギュートロフィーに似ている。順位以外でも、乾燥したライダーには、最大級の栄誉が与えられる。近年、初参加選手には、マンクスグランプリでの実績と経験が求められる。マントーのレースは1904年に、ゴードン・ベネットカップの出場者を選抜する。 トライアルとして始まり、当初は自動車のみのレースだった。1903年に自動車法が施行されて20マイルパーアワーの速度制限が実施された。英国アイルランド自動車クラブの代表はマシ島上層部に接触して、公道での自動車レースの許可を要請し、1904年の公道法でマ満島52.15マイルのハイランドコースの使用が許可された。 1905年のゴードン・ベネット・カートライアルで国際モーターサイクルカップレースに出場する英国代表チームを選出するためのトライアル競技を開催することが決定した。険しい山岳セクションの途半がモーターサイクルには難しく、ラムゼーヘアピンでは事故も起きたことから競技員は最終的にゴードン・ベネット・トライアルコース中の25万いるセクションをコースとして設定した。 満島の市とダグラス市の南部からキャッスルタウンを抜けて北上し、A3 道路でバラクレイン方面に向かう途中で折り返し、コルビーとグレンバインを経由してスタート地点のダグラスに戻るという現在のルートを客にたどる設定だった。このレースでは JS キャンベルが4時間9分36秒で優勝している。1906年、 国際モーターサイクルカップがオーストリアで開催されたが、このレースでは不正行為や策略が横行して混迷した。列車で帰還する際にオートイコールサイクルクラブの代表とフレィストレート、コリエル兄弟、マルキド・モージリ・サン・マルスといった面々が話し合った。結果、翌年のレースは行動用のモーターサイクルを使い、満島までの行動閉鎖コースでの自動車競技をベースに、 行うことが決まったこの新式競技方法は1907年1月17日にロンドンで開催されたオートイコールサイクルクラブの年次夕食会で雑誌モーターサイクルの編集者から提案された。競技は短気筒で平均燃費が9 0メートル p g のクラスと2気筒で平均燃費7 5メートル p g との2クラスに分けて行われた。 行動使用車両のレギュレーションとして、サドル、ペダル、マットガード、排気サイレンサーに対して指定がなされた。1907年5月28日に第1回競技が開催され、15マイル1470ヤードのセントジョンショートコースを、サドル、ペダル、マットガードなどを装備して、行動での保安基準を満たしたツーリング用モーターサイクルで実習した。マチレスに乗った、 チャーリー・コリエルが4時間8分8秒、平均時速38.21マイルパワーで、短気筒クラスと総合クラスで優勝。2気筒クラスは、浮上エンジンを乗せたノートンで、レム・フォーラーが4時間21分52秒、平均時速36.21マイルパーワーでの優勝だった。マルキド・モージリ・サン・マルストロフィーはこの年から重要されるようになった。 1908年には燃費が短気筒は 100mpg、2気筒は 80mpg に上げられ、ペダルの使用は禁止された。ジャック・マーシャルがトライアンフで優勝し、平均時速は 40.49mph だった。1909年は燃費規定が改正されて排気サイレンサーの使用が廃止された。短気筒マシンは 500cc までと規定され、 二気筒マシーンは 750cc までとされた。周回速度の高速化に伴い、1910年から二気筒マシーンは 670cc までとされた。フィリップ・マッキャランとホンダ VFR750R 新コースとして設定された37.5マイルのスネーフェルマ運転コースでの第1回目は1911年に行われた。 ジュニア TT レースとセニア TT レースの二つに分離され、ジュニア TT レースは 300cc の単気筒、または 340cc の2気筒で4周し、セニア TT レースは 500cc の単気筒、または 585cc の2気筒で5周した。この年、ジュニア TT レースで35台がエントリーし、ハンバーに乗ったパーシー J エバンズが3時間37分7秒。 平均時速41.45マイルパワーで優勝した。マウンテンコースでは乗員と車両の双方に技術的な挑戦が求められた。インディアンは二足ギアボックスとチェーン駆動を採用し、1911年ンジマセニア TT でオリバー・ゴドフレーが3時間56分10秒、平均時速47.63マイルパワーで優勝した。これに対して、 マチレスは6足ベルト駆動で、チャーリー・コリエルが乗り2位となったが、レース後、規定外の給油により失格している。1911年の予選中に、ビクター・サリッチがラッジに乗りグレン・ヘレンでクラッシュを起こし、亡くなっている。1912年には、単気筒と二気筒の別なく 350cc までが、ジュニア TT レースとなり、500cc クラスが、セニア TT レースとなった。 1913年、オートサイクルクラブの代表がトミー・ラフボローからフレディストレートになり、すぐにレースがより難しく変更された。ジュニア TT レースは2つのレースに分離され、2週と4周になった。セニア TT レースは7週で、ジュニア TT レースの4周組と一緒にスタートした。1914年、ジュニア TT は5週となり、 スタート地点もブレーヒルに移動した。これにより競技者のパドックスペースが広く取れるようになった。クラッシュに備えてヘルメット着用が義務付けられた。1914年、ジュニア TT は豪雨の中で開催され、マウンテンコースは霧が発生していた。AJs に乗ったエリック・ウィリアムズが4時間6分50秒、平均時速45.58マイルパワーで優勝した。 この年、ロイヤル・エンフィールドに乗ったフランク・ウォーカーが事故で亡くなっている。マシ島でのモーターサイクルレースは第一次世界大戦終了後、1920年に再開した。スネーフェルマウンテンコースに変更が加えられ、スタートとゴールはグレンクラチェリーロードに置かれた。コース長は37.75マイルとなった。ジュニア TT レースでは 250cc 軽量クラスも、 新設された。1923年のコース変更で議会広場からラムゼーのメイヒルにかけての指導が含まれて、コース長は37.73マイルとなった。スネーフェルマウンテンコースの一部は、クレックナバーとヒルベリーの途中でクラッシュシア氏の骨を折ったライダー、ウォルター・ブランディッシュにちなみ、ブランディッシュと名付けられた。1923年のセニアティティレースは、 悪天候と地元出身の地の利で、トム・シェアードがダグラスに乗り二度目の優勝を果たしている。1923年ジュニア TT レースは、スタンデー・ウッズがコットンに乗って優勝した。サイドカーレースの第1回も同時に行われ、TT コースを参集した。優勝は運転フレディ・ディクソンと同乗ウォルター・ペリーの組で、 特注のダグラス製バンキングイコールサイドカーで2時間7分4秒、平均時速53.15マイルパーアワーだった。1924年、175cc の超軽量、TT レースも行われるようになった。これは、タイムトライアル形式の2組ごとのスタートである、他のレースと異なり、競技者全員が一斉スタートした。初回優勝者は、 ニュージェラルドに乗ったジョックポーターで平均時速51.20マイルパーアワーだった。1924年のジュニア TT レースではケンテムローがニューインペリアルに乗り優勝し平均時速は55.67マイルパーアワーだった。同じレースでジミー・シンプソンが a j ズで35分5秒64.54マイルパーアワーの新周回記録を出した。 これは初めて平均時速が60マイルパワーを超えた記録であった。軽量 TT 及びセニア TT レースでは、ケンテムローの兄弟、エディテムローがニューインペリアルで優勝し、6周およ時間5分3秒55.44マイルパーワーで走行した。セニア TT レースもジュニアと同様に記録を更新し、アレック・ベネットが ノートンで6周を3時間40分24.6秒61.64マイルパーアーで60マイルパーアー台を達成した。1926年はサイドカーと長軽量にエントリーがなかったため廃止となった。スネーフェルマウンテンセクションを含めほとんどの TT コースは舗装された。1926年の変更はアルコールベースの燃料が禁止され、 車両用ガソリンの使用が求められた。1927年には予選中にアーチー・バーキンが事故を起こしたカーク・マイケルのコーナーがバーキンズ・ベンドと命名され、1928年から予選時も道を閉鎖して行われるようになった。1930年、タダケン健造はベロセット KTT でジュニアクラスに出場してマウンテンコースを走り15位になった。 初出場で完走し、年齢が42歳であったことを高く評価されて、レプリカ賞を獲得した。第二次大戦後の1949年、フィムはロードレース世界選手権を開始して、マンシマ PT レースはイギリスラウンドとして世界選手権シリーズの一戦に組み込まれた。その後も WGP の中でも最も重要な一戦として位置づけられていた。 1954年から1959年まではクリプスコースが使われた。マウンテンコースの南東に位置する一周 17.38km の高度を使用したロードコースでマウンテンコースの一部も使用した。コース名は人造湖のクリプス湖を周回することにちなんで名付けられた。1960年からは再びスネーフェルマウンテンコースが使用された。 年々のマシンの性能向上は著しく、1957年には、ボブ・マッキン・タイヤが初めて100マイルパワーを超える、平均速度を記録した。1959年は、日本のホンダが初めて 125cc クラスに参戦して、完走して、谷口直美が6位、入賞。2年後の1961年には、マイク・ヘールウッドの手により、万島初優勝を記録した。 1963年の 50cc クラスでは、鈴木の伊藤光雄が日本人として初優勝した。マンシマ TT レースは、グランプリの一戦となってからも、世界最大のロードレースイベントであり続けたが、一方では 60km に及ぶマウンテンコースや、インターバルスタートといった他のグランプリとは、異質な要素が、近代的なサーキットに慣れた GP ライダーたちから、 経営されるようになった。また、舗装が荒れていてもコースが長距離に及ぶために、回収費用は莫大なものとなる一方で、観客から入場料収入を得ることができない、行動コースでは、費用の捻出ができなかった。そして、オートバイの速度向上に、コースの整備が追いつかず、安全性を重視するライダーは、マンシマ TT レースへの出場を拒否するようになった。 ヤマハは九百七十二年は、マンシマ TT レースのみ参加せず、同年、ジャコモ・アゴスチーには、コースが回収されない限り、九百七十三年は、出場しないつもりだと語った。九百七十三年は有力なチームトライダーは、出場しなかった。そして九百七十六年、フィムは、翌年からマンシマ TT レースを、ロードレース世界選手権のカレンダーから外し、 代わりに、イギリス GP として、シルバーストンでのレースをカレンダーに加えることを発表した。WGP シリーズから外れた、マンシマ TT レースは市販車ベースのマシンによるレースとなり、1977年からは TT フォーミュラのレギュレーションに沿ったクラスでレースを開催した。1977年のマンシマには、WGP 時代にマンシマレース批判し続けた。 フィルリードがエントリーして、物議を醸した。しかし、翌年のマイク・ヘール・ウッドラトップライダーたち参戦の呼び水ともなり、またジョイダン・ロップをはじめとする新たなスターライダーも誕生した。現在、代表的な TT レースのオートバイは、空力特性の優れる流線が高ウると技術の向上により、スネーフェルコースを平均120マイルパーアワーを超えるスピードで駆け抜けていく。 平均速度の記録は年々塗り替えられ、2002年にデビッド・ジェフリースが127.29マイルパーアワーを記録し、2004年にジョン・マクギネスがヤマハユース・フアール1で127.68マイルパーアワーを記録。2006年にマクギネスは129.451マイルパーアワーとさらに記録を更新した。 モーターズジーススイーツ PC に乗るマークミラーコマッチミライレーシング2008年には世界的な環境問題への関心の高まりからティンワルドでゼロエミッションカテゴリーが提案され2009年にテストとして特別レース TTX が開催されたチームの参加数や走行性能が未知数であったため50分以内にマウンテンコースを一周 フロントタイヤを覆うカウルを許可など緩い規定が採用された。参加チームも市販車を改造した大学生チームや地元の有志、フレームまで自社で設計した IT ベンチャー経営者など多種多様なチームが参戦することになった。なおライダーは他のカテゴリーの出走者がボランティアで担当した。レース当日には多くのチームで漏電や バッテリー上がりなどのトラブルが発生したが主催者側の予想よりも車体の完成度や平均速度が高いチームが多かったため2010年からは正式カテゴリーの TT0 として継続が決定したまたテストではあったがアメリカ人ライダーがアメリカ製のバイクで初めて優勝した TT0 第1回レースではアメリカ人ライダーがアメリカに本社を置く 元シズ社のオリジナル車両 e 1 p c で優勝。地元チームのマン t t x レーシングが3位。キングストン大学の学生チームが4位になっている。環境 PR のイベントとしてスタートしたが、2012年には MTEC が、2013年からはヤマハが参戦するなど、現在では本格的なレースに発展している。なお、出走するバイクは、 CO2 の排出量がゼロという条件だったが、事実上は電動バイクのカテゴリーとなった。パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムでも電動バイクのカテゴリーが新設され、TT0 に参戦するチームも出走している。TT は安全面から常に将来が危ぶまれている。レース専用のサーキットとは異なり、コースのすぐ脇に民家の石壁などが存在する上、 郊外の直線路ではマシンが非常に高い速度に達するため、転倒やコースアウトを喫したライダーは重傷あるいは死亡に至る例が多い。特にマットサンデーと言われる誰でも一般参加が可能な走行枠でオートバイで来場した観客が亡くなる事故が問題視されている。1907年から2009年まで239人のライダーが亡くなっている。 日本人の参加者では、高橋国光が1962年の世界 GP 第3戦の決勝でスタートして間もなく激しく転倒し、意識不明の渋滞に陥り一時は、生命も危ぶまれた。今でも右目尻に傷が残る。1966年には、元鈴木ワークスライダーの藤井敏夫が、川崎社で個人出場した際、公式練習中の事故で死亡している。 2006年には前田敦氏が練習走行中に何らかの理由でスロー走行していたところを後続車に追突されなくなっている。2013年には松下義成が予選走行中の事故で死亡している。東京都が三宅島の行道を使用したモーターサイクルレースの開催を目指し、石原慎太郎都知事が2006年の万島ツーリスとト,トロフィーを視察したこともあったが、 結局、安全面での懸念などからレースとしての開催は断念し、チャレンジ、三宅島モーターサイクルフェスティバルとして、オートバイによるフェスティバルを開催することとなった。満島には、ツーリストトロフィーを頂点として3つの大きなレースがある。ツーリストトロフィーは通常、満島 TT レースと表記される。TT は、ブランドロゴのような仕様のされ方をしている。 各国で行われるレースには、マンシマ TT レースを真似て、ツーリストトロフィーレースと命名されているレースがある。日本語で表記される場合は、マンシマ TT レースとも記されるが、TT が省略されて、マンシマレースと呼ばれることも多い。オックスフォードワールドスポーツゲームズでは、最古のモーターサイクルレースサーキットは、スネーフェルマウンテンコースであり、マンシマ、 ツーリストトロフィーレースで未だ使われていると記述されている。TT レースの期間中は道路閉鎖のため島内の旅は困難となるが、TT へのアクセス道路はダグラス市内にあり、マウンテンコースの中心部にアクセスが可能である。2007年にはツーリストトロフィーは100周年を迎えたが、その前後には100周年を区切りにマンシマ TT は、 廃止されるのではないかという風説も存在した。マンシマ TT レースにちなんだゲームが発売されている。ありがとうございます。